体は学校とかお仕事の人が多いんかな。私も今日はちょっと大変な日だったんで、めちゃくちゃラフな格好なんですけど、本当大変な日だったから メイクするのも迷ったぐらい。でもしてきました、ちゃんと。でも髪はもうちょっと大変ボサボサです 前髪伸びちゃったからどっかのタイミングで切らないとな。最近本当に寒いね。なんか朝とか夜とかすごい寒い。私とかはさ、家帰ってさ、結構ね、朝方まで起きてる日とかもあるから、すごい気温の差がわかる。めっちゃなんか寒いなと思って時間見たら、あ、そっか、こんな時間かみたいな、そりゃ寒いわみたいな。ね、そう、昼間はめっちゃいい感じだよね。なんなら過ごしやすいし、明るい時間帯にこうね、お仕事で外出た時めっちゃ空気気持ちくて、いい季節がやってきたなって思うけど、寒がりだから全然めちゃくちゃ上着着てる。バチボコ上着着てる。あれだよね、日もめっちゃ短くなったしね。私の周り暑がり多いからさ 気温の感覚が合わなくてさ、いつも迷惑かけてる。でも私が上着着るしかないのよ。いつもこうブルブル震えてて。でももう11月になったのか。今日11月2日だって。やばい、早いね。1年が終わろうとしてる。どうしよう、みんな年明けたばっかりな気もするけど。3期生誰が集まり、え、わかんない、誰だろう。でも一番と言っていいぐらいの集まりは桃子だった。一番めっちゃ暑がりだったのに、一番仲いいからいつも大変だった でもめっちゃ汗かくのはそうだね。葉月とリリアはライブの時めっちゃ汗かいてる。意外としおりもね、汗かくよね。でもみんな汗かいても可愛いんだ。寒がりは私と梅も結構寒がりかな。なんか寒いってよく言ってるイメージ。ヨダは知らん ヨダは知らん髪伸ばして。わかんない、どうしようかな。でも伸びたけどね、短かった頃に比べると。気分で変えます。自転車盗まれたので励ましてね 大丈夫 え、どういうシチュエーションそれ。どこで盗まれた。それかめちゃくちゃいい自転車乗ってた 大丈夫 どうにかなるもんなの、自転車盗まれた場合。大丈夫か、投げ中のポリス優勝でした ありがとう。人生3回目ぐらいだけどね、ポリスの なんで私こんなポリスやってんの。全然いいけどね、本当に全然いいんだけどね。ただちょっと、おお、ポリス。でもほら、ああいう感じのみんなが想像するようなポリスの衣装でね、この年齢になってするのは初めてだから、それはそれでいいですけどね。
ポリス好きなの？え、そういうことじゃないです そういうことじゃないです。なんかそういう運がついてくるんですよね、自然とね。大学で盗まれました。やばいでしょそれ。問題じゃん。大問題だよ。大丈夫それ。自分で決めてないです。え、乃木中見てないでしょ。リクエストシステムだったんだよ。陽希ちゃんにリクエストしてもらったかな、私が。罵られたいっていう。よくわかんないけど。髪染めました。よくお気づきで。すぐ明るくなっちゃうんだよね。僕も盗まれました え、盗まれる人多くない？大丈夫？え、それ自己管理の甘さじゃない？もしかして ここまで来ると 大丈夫？ちゃんとほら、盗まれないように工夫するんだよ。最近ゲーム全然バロしてるよ。でもそう、今新シーズンだからね。新シーズンになって昨日初めてやった。全然負けたけどね 全然負けたけどね。ただ最近めっちゃ MI、 私はリクエストはね、何したかな。結構でもリクエストした。採用されなかったけどね。何したかな、忘れちゃった。たまみに、え、何したっけ、本当に覚えてない。ダイナーとか、やった気がする。いや、覚えてないかも。マユにもなんかね、リクエストした気がするけど覚えてないな。やりたいの？やりたいのはね、ないかな やってほしいって言われないとちょっとあんまりかもしれない。なんだろう、あんまりかも。恥ずかしい。お惣菜屋さんはコスプレじゃないね。なんかリアル感ありすぎて。でも可愛かったな。もう策にしかできないかもあれは。あ、そう、巫女さんとかも描いたわ。あ、凪ちゃんに巫女さん描いたかも。めっちゃ似合いそうじゃない。ジェットのコスプレ 伝わらないでしょ だよね、凪ちゃん、巫女さん絶対似合う。なんか結構ね、イメージ通りのものをめちゃくちゃ描いたのに使ってくれなかったんだよね。ピエンピエン。ピエンって今も言うんかな？聞かないか、さすがに。チョベリグーとか言うんだよね。エンジのコスプレはしないでしょ なんでよ。でもミーグリの時なおなおがしてたよね。吉田と3人で一緒に定点カメラ出たけど宿題？宿題しますか。岡本ひなちゃんがリフレッシュ方法を教えてくださいって書いてくれましたね。レンカさん、絵にハートが2つもついてる。ありがとう リフレッシュ方法？わかんない。私も教えてほしい。でも結構お風呂ってめんどくさいけど、でも湯船に浸かる時間は私はすごく好きです。なんかっていうのも、好きな匂いの入浴剤を嗅
買った日はすごい気分が上がる。でそれを入れて、入れる時ってすごいいい匂いだから、その瞬間はすごく好き。とあと音楽だね、音楽超聴くのと、好きなアニメを見るというか癒し日常系のアニメのジャンルを見るのと、あとはなんかちっちゃい子とかが出てる YouTube を見るのが好き見るのが好きです。お風呂めっちゃ長風呂ですね私運動日和とかも好きだよ。今の音、環境音、環境音、環境音だよ。そういう BGM、 ワートリハマり中、めちゃめちゃいいでしょワートリ。でもそう、戦い物とかは見るときはなんかほんとモチベーションあるときとか見ます。あとはカラオケ行ったりしますね。カラオケ行って歌う、カラオケ行って歌うとかです。サマータイム連打面白いですか？え、面白いですよ、マジで面白いです。まだ見てない人は見てください花粉症ですか？はい、花粉症です。でも秋はないかったけどね、前調べた時。でもなんか結局めっちゃ春ひどい人だから、なんか秋も発症しそうって思っちゃう。ということで麦帯選手権をしていきたいと思います。なんかかぼちゃにどれだけ30秒間で多く顔をかけるかっていう選手権らしいんですけど、みんな9個なんですよね。なんか9の呪いじゃないこれ。私も9個じゃないといけないのかな。今んとこ暫定1位3人なんですけど大丈夫かな。じゃあ描きますか。え、これマジで何でもいいの？顔だったら超何でもよくない？いろんな顔のかぼちゃを加工選手権か。9の呪いだよね、大丈夫？私これでなんか8個とかあったらちょっとおなんか悔しいよね。では待って待って、30秒間やっていきたいと思います。よーいスタート。え、むずいって。え、かわいい。え、はやっ、私待って待って、え、超微妙な線いったんだけど、おもんないかもしれない。え、7個一番面白くないじゃん、最悪。はあ、絵になっちゃうね。なんかひらがな率高いから父もひらがなの格好。なんでここひらがなで書く子多いんだろう。でも私はナッキーセブンというセブンが好きだからいいよ別に。いいもん。ということで、え、これ3人ずるくない？ 3 人優勝でしょ？のこまわずるやん。9個が良かったの？全優勝っていう場合もあるんだね。私が9個だった。ショック。ショックショック。まあ、いっか。そういう場合もあるよ。見せてないの？私。見せたよね。かわいい。私はこのアホ面が好き。よいしょ、9って書いちゃう。私も優勝でいい？そしたら全員優勝でいい？欲しいな、ご褒美。11月4日にバズリズムライブがあるんですけど、なんかミーゴリの時にバズリズムライブ行くよって言ってくれる人めっちゃ多くて、そんなに来てくれるんだって思ったの。いろんなアーティストさんいらっしゃるじゃない、だからすごい嬉しい。みんなちゃんとタオル持ってくるんだよ。
頑張って見つけるから。嬉しい。なんで流してるの前髪。伸びたからです伸びたからです。あんまりこだわりないからです。でもタイミングを見つけて切ります。やりたい髪型、なんだろうね。でもロング長らくやってないからロングかな今身長伸びないでしょもう二十歳で。もう伸びる場合もあるんだろうけど、私は結構前に止まっちゃってるからな。伸びてほしいよ伸びるなら。フルーツ好きですよ。いちごさんはそんなに好きくないけど、いや好きだけど、なんか好きなフルーツとしてあげるものではないかも。161cm。 え、誰と間違えてるの私160超えたことないよ。私高校卒業してますよ普通に。赤点も一回も取ったことない。私159cm です。正解161ってでもめっちゃちょうどいい感じするよね。でも乃木坂にいると159も全然なんか普通なんだよね。ちっちゃくもないしみたいな。意外と頭に、え、何舐めてるの私普通に勉強すればできるよ。高校の時はちゃんと勉強してましたよ。あの留年しないようにテスト勉強めっちゃしてました。中学の時は普通にお仕事優先して、義務教育だから普通ができるからあんまりやれてなかったけど、高校はマジで卒業しないと本当に大変だから、ちゃんと上の人と相談して高校行く日とかもちゃんと決めてテスト勉強もして挑んでました。そう、頭脳の時は中学生だったからね。正直マジでまだあの時は小学生の時すごいなんかやっぱ頭良くて、なんか勉強もう好きだったから、まだあの時多分中2とかですよね。なんかプライドがあって、なんか自分的にこうまだ勉強できない自分に対してちょっと嫌だったのね。だからファンの人にその期間ずっとバカバカ言われ続けてた。あの時期は結構辛かった今言われなくなったけどね、本当に言われなくなった。変わるんだねファンの人のその感じも。そう、赤点取るとめんどくさいし、しかもなんかどっから話したことあるかもしれないけど、赤点取ってその追試の日は MV 撮影の日だから赤点取っちゃいけない、なんか取らないでって言われていやもちろん取るつもりないけど、なんかそういうのもあったから、まあ、赤点は絶対もう初めから0個にしてました。私はギャルじゃないんじゃない？ギャルの人に怒られるよ多分これでギャルだったらギャルの概念ってでも変わってきてるよねきっと。でも私はあれですよ、ハロウィンとかすごい嫌いなタイプです。外も行きたくないし、メイクもできるなら毎日したくない、ネイルとかもしてないし。なんか全部めんどくさいと思って生きてる。私のファンの人はハロウィン嫌いなの知ってるよね本当に怖いんだハロウィンが。なんかそういう界隈の人たちがうわーってここぞとばかりに盛り上がるイベントだから本当に怖い。外もすごいしね、人だらけ。
ユニバのホラーナイトとか行ったことないです。怖いもん。人混みが。今すごい、でも踊るやつ流行ってたじゃん。それとかもみんな一緒に踊ってったりしたらきっと、まあ、楽しいんだろうけど、私はその輪には入れないから。そうなんです。できればなんか私的にこう3人以上はもう大人数だから 結構そうなんですよね。田舎大好き。そう、おばあちゃん家鹿児島なんだけど、鹿児島行くとすごい元気になる。私 MBTI 同じ ISFP。 ねえ、 ISFP の人ってさ、人見知りって言うとさ疑われるよね 人見知りじゃないでしょって言われるよね。でもめっちゃ頑張ってるだけだよね。あと初対面の方がいけるくない？なんかまだあんまりお互いのこと知らない方が、いや会う瞬間めっちゃドキドキするけど、初対面の方が頑張りやすいけど、2回目以降怖いよね 1回目さ、印象どんな印象残ってるんだろうとかさ、めっちゃ考えちゃう。だよね、わかるよね。嬉しい、楽しい。そう、面白いよ。私の親友みんな ISFP なの マジで面白いよね。だからそう、一生共感してられるから大好き面白いっしょ同じ人いっぱいいるね。あと急かされるのめっちゃ嫌い、苦手だから今早く宿題出せって書いてる人すごい嫌い やめてよ、書くから。よいしょ。次回のメンバー決まってないので、みんながやってほしいようなことを書きましょうかね。せ かされるの本当に苦手なんだよ。バクバクしちゃうし、手震えちゃう。明日は全然休みじゃないの。朝早いんだ。ペンギンを抱えてぶりっ子、めっちゃアイドルなの来た ありだけどね メンバーによってはめちゃめちゃ楽しんでやってくれるし、渋られるかもしれないけどね。どうします？明日なんで乃木曜日休み？なんでだっけ？祝日？祝日だからですね。どうしよう。何します？行きたいとこ？どうすんの？私のことそんなに好きじゃない人だったら、こういうこと言っちゃうからダメなんだよね。わかんないじゃんね。みんな好き、自分のこと好きと思って生きてみたいよね。好きな紅葉 好きな紅葉。レンタをママにしたいか、それ役も限定じゃないそれ 大丈夫ぞ 好き？ありがとう ありがとう、みんな優しいね ありがとう ありがとう。シンプルに好きな色。私は水色 聞いてないか またこういうこと言っちゃった やだ本当に、そういうのやめたよ。
きな虫あんまりあんま虫好きな人おらんくない？分かんないかそればっかり。うん。ヒス構文ちょっと違くない？でもこれただネガティブじゃない？最近あった秋っぽい出来事。おお、めっちゃいいやん。お話できるのがいいよね。最近あった秋っぽい、最近あった秋っぽい出来事は、私はねさつまいもをねいっぱい食べた。美味しいよね。昔は好きくなかったんだよね。でも今は大好き。はい、誰が答えてくれるんかな、楽しみ、しばしお待ちよって感じで。紅葉とか見に行きたいよ。そういうのは全然大好きだから。スクショタイムでもしますか？はい、みんなパシャパシャして。はい、チーズ、はい、チーズ、はい、チーズ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 、ドライブ行きたい。はい、パシャパシャして。ウィンク、はい。はい。こんな感じ？いやん、すごい、もうボロボロだ顔が。ごめんね。運転します。してくれんの？本当に？安全運転でよろしくね。これスクショ撮るのめっちゃ下手な人いるよね。晒さないでね、半目とか。ピスしかないじゃんね。だらら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 、一時停止します。はい、しっかりと守ってください。ルールは、交通ルール大事ですよ。うん、今眠いですか？うん、どうだろう、眠くはないかな。あんま寝てないけど、でも眠くはないか。うん、ただちょっと疲労困憊ではある。疲労困憊、言えてない、滑舌が。だーん、お腹空いてます。めちゃめちゃお腹空いてます。何食べようかな。うん、あ、今日カレーだ。わーい、頑張って、健康第一で。ほんとにね、年末ほんとどんどん忙しくなってきちゃって、急に今週から怒涛の日々が始まってきましたので、頑張ります。うん、そっか、もうすぐ終わりです。30分短いね。というわけでですね、そろそろ終わりたいと思うんですけれども、どうでしたか？楽しい時間を過ごせましたか？見れなかった方、見てくれた方はありがとうございます。見れなかった方もお気持ちだけでも嬉しいです。よかったです、よかったです。楽しいと言ってもらえて、とてもまったりした個人配信でしたが、いっぱいコメントしてくれてありがとうございました。次回のメンバーも見てください。ではでは、終わりたいと思います。バイバーイ。